こんにちは。ダンススタジオネイティブインストラクターの須崎です。今回の動画では前回の動画に引き続き左右の体重移動の解説をしていきたいと思います。それではどうぞ。それではまずこの動きは基本的に下半身の動きになります。で、上半身は基本的に横の方に手を添えてあげるような気持ちで使ってあげてください。はい、では足の解説をします。まず肩幅より少し広いぐらいで足を引いてあげて、右足の方に体重をかけてあげます。はい、でここから体重を上に引き上げて、つま先立ちのような形になります。そしたら次は左足に体重を乗せる。これの繰り返しです。反対側のように上に上がって体重を落とす。これを繰り返します。せーの、5、1、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じになります。この時のポイントは、体重のかけ方。この時に、はい、内側にしっかり入れるんですけど、膝が内側にしっかり入れてあります。で、体重はなるべく、軸足のつま先の方に体重をかけてあげてください。はい、で、できる人はお腹を中にくしまうようなイメージで使います。ここから上にアップ。この時にはお腹をしっかり解放してあげてください。ここから反対も同じように膝はイン、体重はつま先、お腹は中に入れてください。これを繰り返します。が、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、こんな感じになります。足を閉じたバージョンもやっていきます。体重のかけ方などは基本的に同じです。まず右足のつま先に体重をしっかり乗せていきます。はい、ここから1回上にアップして、次は左足のつま先に体重を乗せる。これを繰り返して1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じになります。はい、でこの時のポイントが、まずさっき言った、体重をしっかり乗せること。でこの時に、体の使い方なんですけど、腰を一個後ろに引いてあげるようなイメージ、お尻がしっかり後ろに引いてあげるようなイメージで使っていきます。反対に行く時も同じように腰をしっかり後ろに引く。同じように後ろ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 、はい、こんな感じです。でこの時にしっかり腰を回してツイストしてあげるようなイメージを持ってあげると少しやりやすくなると思います。ではこちらも同じように音楽に合わせていってみましょう。音楽でやると今のような形になります。今の動きは R&B では欠かせない動きになってくるので、ぜひマスターしてみてください。それでは次はパドブレというステップの解説をしていきたいと思います。次回の動画もぜひご覧ください。